はい、リコーダーやっていきますよ。やってきますよっていうかね、はい、前回どこまで行ったかっていうとですね、まあなんかなんだかんだで勝ってるんだよね。で電気つけました車に。これかっこよくなるんじゃないかな、ちょっとは。走りが、走りじゃねえ、車が。さあどこまで行けるかな今回は。どんな感じかな。さっき歌詞の東北だよね。見かけない顔だね、私忙しいの。それじゃ女性ドライバーさ、この子多かったのかな。まあ、いや最近多いけど、今ってどうなんでしょうね。なんかあんまりいない気がするんだけど。あ、この頃はさ、お前忙しいんだ、中国を渡るの俺と勝負せ。あ、で九州にいるんだ。でもさ、中国を渡るなら俺と勝負せって言うんだからさ、まあ勝負した方がいいっすよね。勝てるかな。ほら、なんか電気ついてかっこよかったでしょ、うちの車。ね、車乗り換えできないのかな。なんかみんな結構個性的な車乗ってる気がするんだけど。行こうか、夜だ。でっか、この車。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よいしょ。お前2車線なんだぞ。行けんのかそれで。やばいやばい。行けるか。昼間運転したいよな。あ、3車線だった。やった。運転しやすそう。うわ、早い。3車線あったらその2回出すなんだよな。すげえ見せてくる、すげえ見せてくる、すげえ見せてくる。スイッチ使った瞬間すごい速くなるよね。なんか流してもさ、受けてくんないよね。流してくれて受けてくんないから、多分ハンドル急行にはあれかな、向こうも切ったり切ってなんか見つかったりするのかな。その可能性はあるな、私の走り方だったら。敵トラックのなんか急加速7でしょうね。スリップ7そうだよね。うわぁ、2車線になるときに、2車線になるときに抜かれた。これは不利だ。こう、言い訳っぽい。よいしょ。でも間に合うのこれ、今回。ちゃんと。何やろこれ、もう30秒。車速かったり気しないしね、全然。当たり前だけど。うわぁ。いやぁ、邪魔だね。ギリギリじゃん。ギリギリじゃん。0.2 秒前。あ、荷物がぶっ壊れてる、一つ。なるほどね。負けてもうた、じゃがな。ボスは、朝日、局、朝日班や。覚えとき。荷物ぶっ壊れたら、そっか、ポイント減るんだ。で、ショップ行くか。ちょっと、ポイント余ってるし、今度は何やろうかな。ペイント行くか、次。これしよう。かっこよかったね。左行こう。かっこよかったな。残り300。
上とか、あ、ちょっと高いね、やっぱり。後ろは？後ろも高いね。ショップ出るか。オッケー。じゃあ今日こんなもんで終わりです。